みんなと話したいよ。みんなと話したいよ。うん。まあまあまあ、星川の 3D。ええー。ちょっと待って。違うもんな。間違えた、うん、間違えて入った今。なんかこの間ね、うん、そのお誕生日おめでとうということでねえ祝ってくれたよね。祝ってくれた。いや、あのとつまち問題があるじゃないですか。噂によるとなんか何言ってるか分かんなかった。何言ってるか分かんなかったあれ。俺なんかやっぱちょっとでもね、やっぱお祝いしたいなって思いやって。ああ、うんうん。そう、でもやっぱ直前にもうすぐやっぱそのね、DJ ライブ控えてたじゃん。うん。そう、でもやっぱ他にも、やっぱサラちゃんお祝いしたいってね、他のいろんなライバーさんいらっしゃったから、うん、時間取れへんなーと思って、これ滑り込んだろって思って。うん、はい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 。そう、でも、まあ、なんか、普通に短い突すんのも味気ないなと思って。そう、リバーブかけたんです実は自分の声に。あー、なるほどね。そう、ボーンってもう、うん、広がるような不安みだと単発的にお届けしてあげようかなと思って。やったらなんと全部ノイキャンで消えましたね。マジで何言ってるか分かんなかった。マジで分かんなかったよね、うん、俺なんかすごいよ、うん、うん、不安みなとが何言ったか問題がね、TikTok にまで広がってたから。 TikTok TikTok 何でもあるな。俺が最近見てへん間に。コメント欄で、いや、私はこうだと思う。そうなん、いや、私はこうだと思う、みたいな。そんなにバズらしてみんな、TikTok で俺のこと。俺らバズらしてください。この今、手ぐるぐるしてたやつ、ショートと TikTok だけでしょ、バズらしてみんな。誰がみんな。すごいやついるっつって。初めて見た、こんな人っつって。しかも俺なんか、俺言った時、全然気づかなくて、うん、うわ、めっちゃ決まったなと思って、うん、アーカイブ見返したら、マジでバグってて、うん、ほんまびっくりした、あれ。決まったなって思って帰った。俺決まってた。完全決まったって思ってた。この間配信。あ、そうで、なんて言ってた？ね。うん。なんだったかな？ハッピーバースデーは言ったと思うんですよ、最初に。あー、祝ってくれたんだ。そう、祝って、で、その、うん、突の、なんか、うん、トーク内容で、星川の、うん、なんか、なんだっけ、第一印象みたいな、うん、イメージみたいななんかやってなかった、うん、トークテーマあったね。あ、そう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 。うん、で、俺の中で、やっぱ一番星やったから、おー、星君は一番星だよーって、めっちゃ営業で言ったんですよ。あ、なんかね、その、吐息の感じだけ伝わってたよ。そうなんです、そうなんです。全部消えた、うん、でも。また、リベンジさせてください。リバーブはそうだね、よくない。うん、リバーブちょっとかけるのやめるわ、人様の配信で。うち、ん、帰ってして、みたいな感じで。大事なところ全部消えて、語尾しか残らなかったもんな。いや、片手は俺だってできるよ、別に。片手はできんね。両手がむずいね。これ両手がむずいね。これ両手。これ、来たこれできる、これできる、これすごくない、これ、俺初かも、人類。これすごいやろ、今の。今のすごかったな。